北口上磯駅は、北海道北斗市半生2丁目にある、道南いさりび鉄道線の駅。電報略号は磯。駅番号は、朱07。旧、上磯町の代表駅であり、道南いさりび鉄道線の中間の主要駅でもある。同線を走る、定期旅客列車の、約半数は、上磯駅を、函館駅からの終着駅あるいは、函館駅への始発駅としている。日本国有鉄道時代には、急行、江差市、正木の停車駅だった。北海道旅客鉄道時代にも津軽海峡線の快速、海峡が停車していた。1976年の上磯駅と日本セメント、上磯工場及び専用鉄道、周囲約 1.5km 範囲。左が江差市方面。右手に当駅があり、当駅から左へ直進するのは工場へ向かう専用線。本線は工場を大きく迂回して、ループを描いて、江差市へ向かう。もともと、江差市線の母体となった、上磯線は、この1892年に操業を開始した、セメント工場の物資輸送を大きな目的として敷かれた。このため構内は最初は駅舎前の単式ホームと、工場用の留置線群だけであり、後に木古内まで延長することになって、駅裏側の島式ホームが設置されたために、このような形になった。専用線は、海側の旧出荷場を通り抜けて北へ90度曲がって、新出荷場へ向かっている。工場からは左上へ2つの原料鉱山、があきら石灰石採掘場及び万太郎沢、粘土採掘場に向けて、本線の下を潜って、電気鉄道が敷かれている。写真左上で少しずつ2手に分かれているが、左へ向かうのが、万太郎沢線、右が、があきら線。このうちがあきら線は左手に並走するコンベアに1973年から、主力の座を奪われ、補助的な運用になっている。工場から海側へ突き出しているのは1970年に、新設されたタンカー積み出し用ドルフィンへのコンベア。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成アイヌ語の釜磯に由来するという説と、北海道ではかつて西側のことを上と呼び、当地が函館市から見て、西側の海岸であることに由来するという説がある。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線を持つ地上駅で、橋上駅舎を備える。なお、1番乗り場は折り返し専用の行き止まり式のホームとなっており、このホームのみ、非電化である。JR 時代は、五稜郭駅の管理下にあり、JR、函館開発が業務を受託する、業務委託駅だったが、早朝、夜間は、駅員が不在であった。緑の窓口、自動券売機が設置されていた。なお、道南いさりび鉄道への移管後は、無人駅となるが、同社仕様の自動券売機が設置される。かつては、駅の西側にある、日本セメント、上磯工場への専用鉄道があったが、1985年3月頃に、廃止された。また、上磯工場とがあきら鉱山及び万太郎、採掘場を結ぶ、鉱山鉄道もあったが、1989年に、廃止された。これらの鉄道についての詳細は、日本セメント、上磯鉄道を参照。北斗市役所を含む、北斗市中心部は、東へ一駅隣の清川口駅が、最寄り駅である。ありがとう。